どうも皆さんこんにちは、イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。駄菓子屋引き物第129弾はこちら、素敵によく出る漫画水写真。引き物なのかどうなのかはさておきですね、こちらね、こういう紫色の紙が何枚かありまして、多分ここの紫色の紙を水につければ多分何かしらね素敵な写真が浮かび上がるというね、そういったものだと、私の中ではねいい記憶はございませんね。水写真いつも失敗ばっかりしたような気がします。さあこれがね数十年経って出てくるのかどうかっていうのをね、一つ楽しみなところではございます。さあ、こちらを始める前にですね、私の会社の、同僚ですね、YouTube を始めまして、簡単だと思ってたんでしょうね、いざやってみたら、全然登録者人数増えないというね、ありの数字獄に落ちております。ニッコロの爆速って丸々ね、僕のイッコロをパクってるっていう1000人の YouTuber をかぶったって何の得にもならないんだけどな。まあね、もしよろしかったらね、こちらの、YouTube の方も見てあげてくださいね。決してね、面白いかって言われたら面白くないかもしれませんけど、頑張ってやっておりますので、もしよかったらね、ちょこっと見てあげてください。それでは時間があれば、こちらの今日の小話でね、エイリアンラーメンっていうのをねちょっと作って食べたいと思います。これはね仕事でちょっと、遠出した時に近くのね高速の上のサービスエリアで買ってきたものなんですけど、なんと1個500円ぐらいします。これ有明海の最終兵器がやってきた。これねワラスボっていう魚なんかな、なんかウツボに似たような感じのやつらしいです。ここに書いてありますね、鋭い歯と退化した目、その風貌から有明海のエイリアンとも呼ばれる魚ワラスボ。その見た目とは裏腹に地元では最高の旨味を持つ魚として食べられてきました。有明海産のワラスボを使用した特製塩スープの未知数な旨味をぜひご賞味くださいということで、ちょっとね作ってみないとどんな味かわかりません。謎に高いこのカロリーね、えぐいなこれ。今日の小話でちょっと食べてみたいと思います。さあそれでは早速こちらの方行ってみましょうか。はい、ということでね、水出しくじをやりましたけど全く面白くなかったので、ちょっと先にねこちらのエイリアンラーメンからね食べていきたいと思います。さあ出来上がりました、こちらがエイリアンラーメンでございます。はい、食欲全然湧いてきひんなこれ気持ち悪い何これ、なんかねイカスミとはちょっと違う深緑色の、匂い的にはカツオ節みたいな。食レポしたことないんで全然下手そうですけど、ちょっと食べてみたいと思います。さあそれではね、冷めてしまわないうちにね、食べてみたいと思います。いつも通りね、何か食べるときはこちらのマスクをね穴を開けております。なんとしても顔出し 100% はしないというね、決意の表れでございますんで、ご了承いただいて、それでは早速いただきます。服も緑やな、おい。どうでもいいか、そんな。いや、いきます。全然食えへん。なんやろ。普通に、まずい。あのね、なんやろ、わからん、何これ、何食ってんの俺。穴がわからん。あのね、なんやろ、味が分からん。何これ、何食ってんの。無味全然無味。こんなにね味がしないラーメンは食べたの初めてです。今日はね
小話も聞き物もどちらもダメな回でした。それではね、全く面白くなかった聞き物をどうぞ。はい、こちらにお水をね用意してまいりました。さあ、この水写真、まあ見る限り元絵じゃないですね。誰かが描いてるこのカッパなんて、ほんまクソみたいなカッパやけど、ゴルバチョフだかムッソリーナだかなんで読んねんこいつこれがね、これから言ってみようかな。じゃあ、いやー、これどうやって撮っていいやろ。ホッチキスで止めとあるけど、さあどんなね素敵なあれが出てくるでしょう。まず1枚目行ってみたいと思います。うっすらとなんか何かしら出てきてるけど、何かが全然わからん。あっ、お、角があって、仮面みたいなこいつやん。誰やねんこれ。あ、ちょっと乾いてきた。もうちょっと出るかな。いや全然面白くない。何これ。2枚目。うわ、2枚目も一緒やちょっと待って、全然いらんやけど。これわかるかな、この2番のやつやね。今出てきた、きた、ムッソリーヌ。誰が欲しいんやこれ。見えますかね、頭が尖ってる。うわ、ムッソリーヌ3連発や。何これ、ムッソリーニ4連発やばいやばい、全然いらん。最後2枚一気にやってみたけど、誰やこれ。うわ、ムッソリーニやおかしいやろ。ムッソリーニ5枚。これは、うわ、ムッソリーニや。一草目ムッソリーニ 1,2,3,4,5,6 枚。ムッソリーニクソやないか、何やねんこれってことはもうここに書いてあるやつしか出てこんやな。まずったなーこれ。もう何も出ない。あかん、クソや、これあかん、これあかん、これあかん。はい、終了。これはねちょっとマジであかんな。これしか出てへんもんな。ということで、はい、出ました。水出しくじ。まだやる？水出しくじ。いや、これちょっとやってみよう。これもね、うわ、2つある。いっちゃうのか。これあかんな。ちょっと待って、この A が出たらいいんやろ、もしかして。字の、字だけの1等とかやったらマジ終わってんな、これ。やめてや、字だけ1等とかやめてや。何も出へん。え、ちょっと待って。全部つけたら。え？なんか文字が。は？は、何も。何も出へん。やばいやばい。それはやばいって。いやー、字さえ出へん。あ、なんか出そうな気するけど。あ、なんか出そうな気するんだけど。あ？3等とか書いてない？なんか2等とか書いてそうな気するけど、なんやねんボケー。二度とするか水写真。